映画クレヨンしんちゃん雲国際の野望を見たよ。個人的にはね、あの改作寄りの傑作だと思って。というよりね、よくね、大人帝国の野望とか、あっぱれ戦国合戦がね、話題に上がるけどさ、こっちもね、負けず劣らずね、笑いの少ない作品だと思って。時代劇だからね。残酷でさ、暴力的で、でもって、シリアスな、そんな内容になっている。特にね、やっぱりね、今回のゲストヒロインである、ね、吹雪丸がね、もう、複雑でドラマチックで、真剣なんだよ。真剣を持ってるけど。もう、本当に、笑いは少ないと思うよ、これ。でもってね、今回の悪役のね、ヒエール・ジョコマン。もうこいつもね、もう全然ね、もう怖い部類に入ってんだよ。で、基本的にさ、クレヨンしんちゃんってさ、悪役の、なんか、たくらみとかさ、なんか、野原一家のパワーでさ、なんか、しっちゃかめっちゃかにするみたいな。で、まあ、なんか、みたいな、流れがあるだろうけどね。ヒエール・ジョコマンは全くないから、そういう。もう、めちゃくちゃマイペースなんだ、あいつ。だからもう、なんか、本当になんか、しんのすけが何かやっても、なんか、自分の感想を言って終わるみたいな。こんなやつだからさ、もうね、ほんと愛嬌はないよね。もう、前作、前々作、もう、ハイグレ魔王とかさ、アナコンダもまだ、わかりやすい悪役だったから、あれだったんけど、もう、ヒエール・ジョコマンはそういう面はないから。ただね、もうしらけないんだよね。しらけた悪役じゃないからね。むしろなんか興味深いから。だからもうなんだろうね。笑いはないんだよな。ただ単にもう最後のね、戦いとかでもさ、もう、なんか、純粋になんか野原一家を応援してしまうっていうところがあるんだよ。だってもう何したってさ、なんか動じないんだよ、もう相手。これは最後ね、体中穴だらけになって死ぬしかないわなっていう、そんなキャラクターだと思う。穴だらけになってもあいつなんか、にやけ面だから怖えんだよな。面白いと思う。見どころはたくさんあるんだけどね。俺この映画もう10回ぐらいしか見てないんだよ。パワーがいるんだよな。なんか他のクレヨンしんちゃん映画って俺さ、1回見終わったらもう1回連続で見ることができるんだけどね。この映画はね、だろうね。1回見たらね、一呼吸は必要。大好きだけど。なんか、やっぱりね、吹雪丸がね、なんていうか、こう、心打たれるんだわ。でもってなんか戦国時代でヒエール・ジョコマン倒した後にさ、歴史が元に戻った後、もうなんかちょっと夢を見ていたっていうやつで、記憶を、まあなかったことになってさ、そこら辺もなんか切なさを感じてしまって。まあ、ただ、もう父親も母親も殺された歴史なんて、覚えてない方がいいっちゃいいんだけど、でもなんかなっていうのがあんのよ、俺には。でもって話もね、面白いんだよな。時間犯罪者のね、イエル・ジョコマンを戦国時代で
倒して現代に戻って、で戻ってハッピーエンドかと思いきや、あのもうすでに現代は乗っ取られていたっていう。で現代で最終決戦っていう。あれはもう完全にね、ドラえもんのお株を奪う展開だったなと思って。まあなんかちょっと微妙にあの時間犯罪防止帽子を出した時とかなんかパロってたけどな、ビカ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 って。まあなんていうか意識はしていたから。いや面白いこの映画。本当に大好きだ。